球で見逃しの三振。安藤がワンアウトを取りました。引っ張って三塁ゴロ、栗原の正面、2アウトになりました。空振りの三振、本人は悔しそうです。インコース詰まっています。セカンドはライトの前か、セカンドか、ライトか、セカンドが取れません。その間にランナー周東はホームに帰ってきます。3対1、中村晃しぶとく右中間に運んだヒット、タイムリーヒットです。3対1です。いや、詰まらされましたけどね、いいところにね、しっかり振り切ったことで落ちましたよね。西田でついてるんですよね。いいところ投げてるんですけどね。中村らしく体の回転で飛ばしてという格好になりました。まあ、これで一発で同点ですからね。そうなんですね。粘り強いですよね、ホークスもね。セカンドの横、追いついた、ギリアウト、一塁は投げられない。その間にホームイン、ホークス1点差まで差を詰めてきた。しかし2アウト3塁1塁です。さあ、最後の最後まで分かりません。2アウト3塁1塁で周東を迎えるところです。